はい、こんにちは。はい、こんにちは。じいちゃんはんです。じいちゃんはん、むいでーす。かっちゃんです。いやー、うん、こういう撮影、久々やね。スタジオがやっと完成して。そう、スタジオ、K。垂れ幕、じいちゃんはんって書いてあるけど、チャーハンちっちゃくて読めないですよね。どうだろう。今日は、どうしたっけ。今日まあ、その、天狗神社の再生数が100回いったっていうことでね。そう、100回記念。あの、うん、100回記念で。夜バージョン。夜バージョン。前回行ったのが昼で、そう。ちょこっと本当にオーブ取れただけだったから。そうなんですよ。まあ、夜の方が取りやすいだろうということで。そう。今回はね、定点カメラ。カメラを1個置いて。あら、置きますか、やっぱり。置きますね。やっていこうかなと。うん。思います。まあ、定点カメラの映像はまた垂れ流しになるのかな。編集しないと。だるいだろうなぁ。では、じゃあ、今から、天狗神社へ向かって行きます。天狗神社行ってきます。バイバイ。わーい、真っ暗の天狗神社です。はい、では、撮っとるの？撮ってるよ。はい、ではね、今から、天狗神社。眩しい？行きたいと思ってます。今日上登るの全部。いや、別にあなた次第、撮れたか次第で帰っていいっていうのはあれだけど。上は取れんだろうなと思ってるんですな。うん、全くもって同意。あの空気で取れるオーブはないなって思った。いい空気なんだよな。まだまだ本当に山道続いてるけど、あ、しんど。まだ何も感じない？うん。じゃあカメラ止めるか。じゃあ、そろそろずっとカメラ回した方がいい感じかな。いや。まだ？そう、この突然なんか横に現れたように感じる階段。やっと着いた。あ、ここか。さあ、今着きました。えらい。ちょっと明るいかな。今回は、前回、オープが取れたところに定点カメラ仕掛けるので、もうちょっと上がいいかな。あ、そう、この角度で撮ったんだ。カード使いませんなって。ああ、もう。よいしょ。あらまあ。あ？なんか撮った？ちょっと来て。なんかでも1枚撮れた？うん、撮れたよ。わーい。撮れたか撮れたない。行こうか。そこまでにしようか、今日は。まあ、カメラちゃんもあるしね。うん、定点カメラちゃんが。うん、3人目欲しいな。こんなとこに一人。変なんだよな、これ。ん？ダイヤルいじってるからだと思う。で、そこまでってその辺まで。くそ、ここやっぱ取りづらい、オーブ。どれ？そうかな。左の中にはなんか混ぜてない気がしてたんだ。それは俺がライト向けた瞬間？そうそうそう。光じゃねえか、ほんまに。すごい。
ちょ、電気消して。私これだったら OK、うん、下の方が上行ってみよう。じゃあこの辺にしときますか。ここも急だけど、これのこと何かあったっけ。あの、あれやったやん、あの、ああ、あれか、あの檻みたいなあれだ。そう、あそこら辺も興味ないんだ。ここだねって一番すごいの、あ、あのここちっちゃい祠があるやつか。ここら辺なんで全然空気が違うもんだよ。取れんな、いや、あの看板がオーブに見えた。結構濃いめの。すごい甘くやんよ、もう火の中で何やってんだ俺ら。ん？いや、なんていうの、この辺もうちょいなんか俺一枚も取れてないんだよ。見て、虫が多いな。そう、さっき虫も取ったけど、虫取ると全然違うね。うん、違うでしょ。うん、あ、なるほど、虫こう映るんやって。俺ちょっとびっくりしたもん。分かってほしかった。あ、ライト消す、うん、はい。ライト消すとね、映像方面が全滅するんだよね。うん、確かにね。ダメだね、今日全然ダメだ、昼間と違うわ。なんか、昼間のが映るわ。上まで本当に行きたい？いや、正直、どうだろう。だって、あの、この間昼行った時、上だいぶなんかいい感じの空気だったじゃないですか。あれが自白に変わってることあります？この画像をしっかり見たら、見た方がいいんだよ、この画像。どの画像や。この、これ。あ、映像か。うん、映像これきちんと撮った方がいいぞ、見た方が。まあ、また気になるものあったらフレーム単位で見るんだから、俺。本当に？あの、1秒に30枚のコマが続く、その30枚ずつ俺見てんだから。心電動画、それが嫌いなんだよ。本当取りづらいよ、ここ。一番俺の難儀する場所だ、ここ。そうだよな、他のトンネルとかだったらバシバシ取りよるもんな、あなた。うん、やっぱりここはついてない。そうだよね、だいぶなんかいい方の力満ち満ちてるよね。もう帰ります？よいしょ。はい、撤退します。じいちゃんはん。